おお飛ぶ。違うか、海藻かなんかか。ちょっとサバいなくなったんじゃないかな。ちょっとこっからはもう一回ゼッパーでもいいかもな。ゼッパあんまイワシが打ち上がってないな。鳥もいなくなったな。ちょっと移動しようか。食ってるな、チキショウ。普通に結構手前でいるんだよな。ちょっとまだサバが釣れてるんで、もうちょいなのかな。でもイワシ少ないな、打ち上がってこないね。あーサバだ。あーお当たるね。イワシが当たる。あ、イワシかかった。イワシいますね、ここいるな。よし、イワシですね、いますね。ここにこう斜めに引っ張った方がいいのかな。サバはなんかいないんで、多分シーバスもああいうテトラの近くにいると思うんで。あれちょっとやっぱ波があるところの方がいいかな。あれちょっとゆっくり巻いてくるか。あのイワシが引っかかった場所。そこやっぱなんか。よし、流れ着いてそうだよな、あのテトラの周辺で。シーバスもよし、ちょっとね乱岸しながらやっていきます。
で今ね一瞬こうやってイワシ打ち上がってるんですよ。なんでまだまだ釣れると思うんで、ちょっとランガン、ひたすらランガンしながらやっていきます。ブローイン125で、ここまだねちょっとイワシいるんで、結構跳ねてる。シーバスのライズがなーないんですよね。でイワシがめちゃくちゃ当たるんですよ、ここ、このポイントだけ。シーバスもまだいるはず。ほら沖でライズしてる。あ、ちょっと届かない位置。ああいうテトラの近く、あーこっちにもいるわ、まだイワシが当たる。いいとこ飛んだんじゃないこれ。これは、お、やべ、シーバス、やべ、シーバス、シーバス来たー、来たよ、これ。シーバスでしたね。いや、いいとこ飛んだんですよ、これ多分テトラの下にいたやつだな。おー、飛ぶ。おーしよし、来たー。いやーめっちゃこれテトラから出てきたやつだこいつ。しゃ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 、よし、外れんだよ、外れんだよ。おー、こんにちは。しゃしゃしゃ、おー、でかい。よっしゃ、オッケー。よし。キャッチができん。よし。よっしゃ。サイズはね、そうでもない。70ジャストぐらい。ありがとね、3日間やって1回ばらして、そっから釣れず、しかもそれ初日だったんでね、かけてばらしたのが。いけ、頑張れ、よし、行ってる行ってる行ってる、 OK。 いやー来たよ、ブローイン125、しゃー。